はい、じゃあ競泳都市ですね、続きをやっていきましょう。そうだね、セクシーライダースーツねあるんだけどね、まだコインがね足りてないんで買えないんですよ。セクシーライダースーツ高くてね、何気にコインが貯まったらね、ちょっと次はセクシーライダースーツを買っていこうかなと思います。ステージ3はもう一個の水着にしてみましょうか。じゃあまたパーカーを着ることになるのか。でもパーカーはね一瞬で剥がれるからね。虎の柄ってさ、なんかちょっと悪趣味だよね。俺はねどっちかっていうとその可愛い系の方が好きなんで、まあ、なんかさ女性のさ好みもさ、なんか綺麗系が好きなのか可愛い系が好きなのかってあるじゃないですか。俺はねその可愛い系の方が好きですね。でねワンダーはね綺麗系の方がね好きなんですよね。あ、車の運転だ、またそういえば。私たちは機動隊員の方に促され、状況が飲み込めないまま自動車を走らせた。いきなり現れた巨大な宇宙人が街を破壊し、地下では見たこともない生物が人々を襲っていた。そしてあの植物状の巨大な生物は何なのか。ここは確保できないわ。さ、地肌にさシートベルトをつけるどうなの？なんかちょっと痛そうな気がするんだけど。世界各地で頻発していた紫色の線香に関するニュースです。署長は、あの大きな影は一体この街はどうなってしまうの？気がつくと私たちが乗った自動車は湾岸エリアに差し掛かっていた。あれどっから動かすんだっけ。まだ勝手に動いてるね。ちょアクセル踏んどくか。×ボタンがアクセルだからな。あ、ここできた。よし行こう。この真ん中を縫う。どう、ここ、あ、いった。あいつらあれか。そっか、俺 GPS で監視されてるから。おお、来ましたっけ。危ない危ない危ない。おお、うわ、直撃を食らった。直撃を食らったけどこの車は大丈夫だ。頑丈すぎるでしょ。あ、やばい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 。あれ死んだ。なんで死んだ今。理由がわからん。最後なんか当たっちゃったのかな。謎の男たちに追われ。あれ GPS さ、今自分の持ってる GPS をさ他人の携帯でチェックできるんだ。さ、なんかそんなアプリあったよね。なんかさ彼氏のさ携帯に GPS 入れてさ、なんか彼女がさ行動を監視できるっていうアプリ。まあね、俺はねそんなやましいことはないんで。で、これ絶対食らうの？何あの車？これこのまま進んでいくしかない。あ、いたー。唐揚げ食おう。唐揚げ食って回復しよう。あ、弁当にしよう、弁当。よし、弁当食って車が
回復。よくわかんねえ世界だな、もう。運転中に弁当食うだよって話だな。唐揚げとかだったらさ、なんとかつまめるけどさ、いったん弁当はさすがにまずいだろう。最後あいつに衝突されたんだ。衝突されてやられちゃったんだな。やるな。なんで水着なんだろう。そんな顔してるよね。完全に思い出そう。大金を目撃したら追いかけてきた男たちだわ。うわ、ここでモスラか。でもう一匹なんか飛んでたよね。なんだっけ、名前が出てこないけど、あいつらの車もボロボロじゃん。とりあえず逃げよう。まずいわ、逃げましょう。ちょっと逃げる前に水着を変えよう。もう一個の水着を着てみましょう。こっち、虎柄。あ、パーカーがあるね。まずはパーカーを剥がすという作業をしなくては。この火に突っ込めばさ、パーカー剥がれるんじゃない。ちょ、待って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 。どっちだ。よし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 。あ、橋落っこったけどさ、ここら辺のやつらはそういえば大丈夫だったのかな。おお、お前たち、藤原さんとかね。藤原さんですか。おうよ、お前たち。お前には関係ない。なんだこのチンピラが。何よ。控えろ、ウト。藤原さん、申し訳ないですが、私たちはあなたが絡んでくるような。何言ってやがる。仇を追いかけ回しておいて。そうだよ、水着の女性追い回すなんて犯罪だろ。まあ抗争に巻き込まれたらちょっと大変だからね。こんな奴らの抗争に巻き込まれたら大変。逃げよう。騙せるんじゃねえよ。お前うつせ。しょうがねえな。一番か。あれ、こいつは。あ、なんだ、うずくまってんのか。怖いな。レストランに入れないカット。あの西側の窓ガラスが割れたところから入れそう。これを調べて冷凍庫のコンテナの鍵を探しましょうと。でこっちの方にいるこいつから話を聞いて、相棒がコンテナの鍵を持ってますと。一応こいつらも話そう。言葉にならない。この揺れ方はまずいな。燃えてしまった。あのレストランに入れれば仮装に移れた。どうしよう。相棒の作業に移っていく。コンテナの鍵、自分のことでいっぱいいっぱいなんだって。こいつここで何してんの。これさ、当たってみる一回。おお、いいね、燃えた。パーカーが燃えたぜ。ちょっとこの
水着でもさ派手だよねやっぱり。で回復しよう少し。よし、もうこれはもう水着は直さなくていいよね。ずっともう一個の方もさすでにパーカーなくなってるからな、これは気分によって変えられるね。ちなみにさパーティードレスもさなんか一段階ダメージ食らうとちょっとセクシーになったりするのかな、パーがなくなったりして。懐中電灯って本当さ意味あんのこれ、ね、なくてもさずっとやってきたからね。懐中電灯外しちゃおっか、なんか別の持ってみるせっかくだから。懐中電灯外してなんか持てるのあるでしょう、ないっけ。変な花しか持てないんだっけ、花どこ行った、花持とう。よしせっかくだ、一輪の花を携えてさくらさんは行く、水着姿で。何なのどういう状況ですかこれは。でもさ水着だとなんていうの、スタートを取るっていうコンサートにって感じだ。スタートを取るっていう動きができないんだよね。おおおおお、落ちたらさ実際で下に、あれ下に降りるでいいんだっけ、あれどこ行くんだっけ、道順を忘れてしまった。こっちだっけ、あこっちかこっちか。で階段が途切れてるのでこれを下に落としましょう。あれユキちゃんに話すんだっけ、でコインは回収していかないと。ライダースーツが買えないからね。次のショーではちょっとライダースーツ着たいよね、セクシーライダースーツ。多分リサさんがね着てたやつと同じやつだと思うんだけど。サングラス、ここは開けられないはずだから。トイレって今入れるんだっけ、あ入れる、あしかもあるしコインが。え髪型って何、4種類しかないの。そりゃ男性の時もさ髪型って増えたっけ。これはちょいちょい変えるけどさ、ちょっとこっ次セミロングにしよう。やっぱねちょっと水着姿だとねなんかいろんなこう感じを見てみたいじゃないですか。すげえ接近したな、すげえ接近したけどこういう感じか、なるほどね。なんかな、こうこれだーっていうのがないんだよね。え、これさ女性の手で引き上げんの。肩に花持ってるけどね。花どっか行っちゃった。さ、こっち。不安しかない。こんな姿で言われても。なかなかパワフルだな。うわ水が、しかし今のさくらさんは水着だからね、水なんて怖くないよ。これはさ何をさ避けたの、一応避けるマークが出たけど。コイン回収して、話してみるユキちゃんに。
構場面が変わるごとに動きが変わる。まあ何かをしてたんだね。で、特に買い取ってくれるものはないよね。最悪これ金に困ったらさ、なんか服買って売りゃいいんだか。なんだあれ。何かどうなっているんだ。鉄パイプは先に外しておこう。これも引き抜くの？パワフルすぎでしょ、さくらさんマジで。あれ、あっち側のコインってあっち側に行くんだっけ？あっちに行った時に取ればいいんだっけ？やけだ。あ、誰かやけになってるの？こいつか？違うか。急に上の道路が落ちてくる。あ、上の道路が落ちてきた。看護師？少しは役に立てると思うの。え、なんかある？向こう側か？なの？向こう側に行った時、この看護師を呼べばいいのか？ステージ3。あれ、特になんかステージ3の攻略イベントに看護師がどうのこうのっていうのはないね。よし、コインをゲットして。あ、そうか、メールか。勝手に返信するのはやめておこうと。これ選択肢にする意味あんの？一体何なの？何が起こってるの？誰でもいい、早く助けに来て。くそ、もうこうなりゃやけだ。僕は運がいいはずなんだ。怪しい男？気にはなるね。冷静な男。唐揚げくんを買いましょう。絶対この唐揚げくんとか冷めてるでしょ、もう。まあ、いっぱいいっぱい買っておきましょう。また頼むよ。かわいそうだが、君にまたはないんだ。ん？どいつだ？こいつか。家に帰りたい。あ、違うな。なんだ、なんか怪我してる人とかって。何なのよ、一体。いなかったっけ。こいつは？携帯が繋がらない。俺の携帯はさっき繋がったけどね。柏木さんのやつ。で、こいつも別に、あれでしょ？普通だよね。いやー、なんか看護師さん活躍の場面はないのかな。一体何なの？なんだ？何が起こってるの？こっちの方は？おおおお。こうやって改めて見るとすげえな。最初は回って慌てふためいてるだけだったからな。特に何にもないね。この車とかやばいでしょ。あ、なんかパンチ見えそうじゃない？たまたまだけど、ちょっと待って待って、お、すげえ、超見えそうだけど。ちょ、待って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 、固定できないのよ、固定が。いや、無理か。ゆっくり行こう、ゆっくりゆっくり。どう、こ、え、黒いパンツじゃないの、これ影だよね多分。え、黒いパンツなの？どう思う、みんな。え、これパンツ。え、どう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 、どう思います、この黒いの。黒いパンツなの、ゆきちゃん、マジで。グレーっぽい。あ、やっぱそうなのかな、影ではないか。てか、この車ほんとやべえな。あ、腰が痛いって言ってる人いた。このままじゃ動けないかもしれない。湿布、腰を痛めているようだ。ちょ、看護師さんのとこ戻りましょう。これはね、やっときたい、こういうのは。黒だよって。看護師さん、湿布持ち歩いてるかな。一緒に来てくれるような距離ではないよね、多分。
なんかシップがあるからこれをどうぞみたいな。黒いパンツか。なかなか攻めるね、ゆきちゃんも。まあまたどっかで覗ける機会があったらじっくり覗きたいけど。確保したのこの人だよね。看護師、あら、どうしたの。腰を痛めている男性、これを使うといいわ。腰にクールなんだそりゃまあいいや、渡そう。ここもうちょっと早く進みたいんだけど、ダッシュとかできないんですよね、かがんでるときに。急げ急げ。どいつだっけ、こいつだっけ、違うもうちょっと前か。あ、今の車のこっちにいるやつだ。このままじゃ動けそうにもない。上げよう。あー、効くーってそんなに速攻性あるの。水を手に入れた。まあ妥当かな。おしまいとやられてくる。どうやって僕が逃げればいいんだろう。親切な人にもらったんで諦めないと。そういうさ、セリフを聞くとさ、ちょっと切ないよね。この切ない二人組も出てきた。そんな、なんだってこんな時に。どうかしたんですか。ああ、僕ら電車でこの先にあるイベリスタワービルに行こうとしてたんです。桜子、お父さんは無事かな。会いに行けないのは仕方がないけど。これはまあ一番上だね。さては、お二人は結婚の許可をお父さんにもらいに行くんですね。そうな。それでお父さんに彼の仕事の。あ、どんなお仕事をされてるんですか。ゲーム開発者です。まあ確か僕は一条和也、そのゲームの開発メンバーです。そうなんですか。ゲーム開発者って。いや、会社にもよると思うけど、普通ただディレクターが面白さ優先主義だ。和也さん、今は安全な場所に避難しましょう。安全な場所なんてないよ。今日こそはお父さんに認めてもらおうと思ってたのに。あの、もし話していいんですが、彼女のお父さんに会ったらそのソフトを渡してくれませんか。イベリスタワービルの展望室で待ち合わせしていたんです。もし会えたらいいです。名前は中川のりおです。よし、先行こう。ゆきちゃんが導いてくれる。お前ちょっと、お前ちょっと、お前ちょっと、ここら辺の人たちはみんな話したよね。免許持ってない。ってことは仮病を使ってんだよね。いつもの俺ならその辺のバイクとかけていけんのに、足をくじいてなければな。逃げないと。どうしたらいいんだろう。上の道路に上がることができればなんとかなるんじゃないか。なんでマジで、なんで花を持っているんだろう。まあいいや。こっちも人がいるね。今の音。また橋の上で取り残されるとは。しかもまた別の地へ赴任初日。ああ、なんかいたな。興味本位で眺めてみる。いや、先にこっちを調べるのか。かなりの速度を出せるもの、まあバイクだね。バイクに乗りましょう。これは一番上にしてみる。オートバイじゃない。オートバイ結構難しいんだよ運転すんの。危ないからしっかり捕まっててねと。しっかり捕まってて不安だけど
を信じてるから。あ、結局不安って呼ばれるんだ。ちゃんと完全にこれさ、胸に手当たってるよね。ユキちゃんが回した手の方ね。俺も乗せたいってくれよ。自分たちだけ助かろうとするつもりか、卑怯者が。落ち着きましょう。そんなこと言っても全員は乗れませんよ。彼女たちに託しましょう。対岸に着いたら救助を呼んでくださいね。あの車とかじゃダメな。頑張れよ。お願いだ、頑張れよ。車とバイクってこれ何、傾斜を登るとき違いあんのかな。バイクの方が登りやすいとか。よし行こう。でも行ったこれこのままいいはずなんだよ。オッケーオッケーオッケー。あとはここを突破する。行きましょう。来たさくらさんのバイクテクニックすげえな。行った。しまった。速度が出てないけどこれ大丈夫。あ、大丈夫か。で、武藤さんとかはね生きてたからね。藤原さんとかね。今いくつ118たまったか。あ、大人髭外羽。え、どう外羽。5円だから買おうこれ。あとで外羽にしてみよう。じゃあとセクシーライダースーツでしょ。でもさ、ライダーグローブは買えないのか。もうこれはもう免許とかはね非常事態だからね、しょうがないよ。赤鉛筆、こういうのって何なの。洗濯バサミとかどこにつけんの。10円だから買ってみようか。もう3円しかなくなっちゃったけど。よし、じゃあまたセーブをして先へ進んでいきます。あー、まあここら辺のあれは変わってないかな。あんまりなんか取った行動によってねちょっと記事が変わるみたいなんですけど、これだけサクッと見てみる。縁結びのお話と、歩いて10往復すると、どうちゃらこうちゃら、浮いている立教、こんな時も役立つと。これはなんか見たね。女子トイレに出現、謎の不審者。え、そうなの。崩壊寸前にもかかわらず若者が侵入していることが分かった。それさ、さくらさんのこと、もしや。なるほどね。確かにトイレ入ったからね。よし、じゃあ一旦セーブをして、次へ進んでいきましょう。で、イベリスタワーか。全部でね、17話まであるん で、ここでステージ4でしょ。で、途中のところは結構割と早く進んでいくから、2週かね、3週くらいで、ちょっと2週目はね、終わらせたいんですけど、どれくらいかかるかな。また着替えよう、ライダースーツに着替えよう。借りたスマホを返すなら、ここしかなさそうだもんね。例の環境保護団体。うちの会社が環境を破壊、抗議したところで痛くも痒くもないですしね。で、ステージ4ってね、なんかそれより早く仕事を終わらせて帰ろうぜ。6000万を使うところがあったような気がするんだけど。話がある。あ、あるね、あるね。30分後、イベリスタワービル展望室に。海パン刑事ね、懐かしいね。これは
柏木理沙さんから借りたスマホにさっき届いた。柏木さんに会ってスマホを返す。メールが届いてからもう40分。ところで柏木さんのスマホの画像フォルダには、あー、まあ見たいは見たいよね。テニスコートのなんかテニスなんていうのウェアみたいなの見たいけどね。まあこれは勝手に見るのは良くないんでやめておきましょう。さくらさんはねそういうことする人じゃないんで。無言。さすがに電話に出るわけにはいかないわね。ちょっと待って、どこに、確かにさ今の仕草だとさ、どこにしまってんの携帯を。免許もそうだけどそうスマホもね今絶対でもなんか腰の方にさ、やってをやったからさこの中に入れてんのか。海パン刑事だね。じゃあ着替えようか。もうちょっとスマホをね、しまう場所がないんで。ライダースーツとかだったらね、藤子ちゃんみたいに。でもさ胸の中に隠すとセクシーだよね。ライダースーツ買ったよね。あ、これか、セクシーライダースーツ。なるほど。申し訳ないけどこれは柏木さんの方が胸は大きいかな鼻はちょっと外そう。赤鉛筆って何？あ、これメガネ。あ、赤鉛筆。何？どういうこと？よくわかんないわ。まあ、スタミナが1上がってるけど。これちなみにサングラスかけてるかっこいいんだか。どうなんだ。まあとりあえずこれでいきますか。すごいな。君子欄建設、訪ねてみると、ゼネコン会社、土地開発をしていると。ここも危ないかもな。 NKX 湾岸土地開発計画に猛抗議、レイバーを使って過激な抗議活動を行っていると。好きだよ。私も。橋が崩れても怪物が現れても僕が君を守るよ。これは一人分しか話せないかな。そうだね。イベリスタワービル、君子欄建設が建設した、宮都市の新たな象徴。あ、そうか、こいつが代表だっけ。ねえ見て、綺麗。君の方が綺麗だよ。橋とは逆側なのか、こっちは後ろの方なのかね、こっち側なのかね。向き的に申し訳ありません。申し訳ありません。で、子供の方も話そう。あれできっとお姉ちゃんを探してたんだね。探してたっていうか探そうとしてるんだね宝くじ1枚で買った。123456、当選番号から5番遠い。連番で買えばよかったなと。宝くじはね多分ね当たらないみたいなんですよね。換金とかできないはずなんで。イベリスタワー展望台。ハム卵サンド。あ、これハム卵サンドもらえるんだっけ。ダイエット中。別にハム卵サンドくらい大丈夫だと思うんだけどね。今ねあれですね、競泳都市をやってます。2週目なんで女性主人公さくらさんでね、今回進めてて、服装をねいろいろ変えて今ねセクシーライダースーツを着てます。フーと。でこの人から缶コーヒーをもらって、でそこから、あなた知っていますか、湾岸エリア、サックラックの方で巨大生物が街を破壊した、どうやら本当らしいです。実は私その近くで第二隙間層という小さなアパートを経営している。街はむちゃくちゃ、アパート手放そうと思っている。アパート買ってくれませんか、6000万円でどうですかということで、ここで6000万円の出番ですね。
買いましょう。アパート経営いいね。いいんですか。おそらくあなたが想像しているよりはるかにオンボロで小さなアパートですよ。きっと高く売れるはずなんだかかわいそうだし、かわいそうって同情でさ、6000万円も使うか。まあいいや、使おう。それでは6000万円を渡した。第二スキマ層の権利書。これで第二スキマ層はあなたのものです。ちょっと聞いていいですか。第二スキマ層をどうするつもりですかと。それなりに愛着はある。町が復興して値が上がったら素早く売ろうと思います。まあ、これはずっと大切に持っていましょう。維持するのは大変ですよ、ははは。うん、まあ確かにね、マンションとかもね、維持費がね、結構かかりますからね。で、権利書は売れるんだっけ、権利書そのものを。服装の修理はし、あ、ライダースーツって壊れるとどうなるんだ。あ、売れるよね。売ろう、これは。ちょっと待って、一回売らないとわからん。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億だよね、これ多分。あれわかんねえ。いくらなんだかよくわかんない。よくわかんないけど、大量に金を手に入れたんで。権利書速攻売ったからな。あなたみたいな素敵な人初めて。彼にプロポーズされたのよ。ああ、いたね、こんなやつも。で、この下に潜って。いらっしゃいませ。この人さ、権利書買ってどうすんだろうね。あれ、こっからでも話しかけられるの。ちょ、今たまたまね、丸ボタンをね、押してたんすよ。おお、なんかお尻がなんかいいよね、プリップリだよね。ちょっと、中を入れないのかしら。申し訳ありません。あ、入れないか。やめといた方がいいって。イベリスタワーサンドが売り切れたと。カツサンド。どういうことなのって、まあ、店員さんにね当たるのはね良くないと思うんですよね。まあ俺はあんまりね酒とかタバコとかをコンビニで買わないからさ、ないんだけどさ、ほら今20歳以上ですかみたいなレジでボタンを押さないといけないじゃないですか。あれでなんだっけ、なんかそう切れる人がいるっていう。なんでいちいちそんなの押さないといけないんだみたいな。あ、これ見れるんだっけ。見れるってあれね。パンツね。あ、そう、試したよね。なんかこのシーン見たことあるもん。ちょっとどうなってるのかしら。申し訳ありません。お店の人かわいそうだよ。やめといた方がいい。しょうがないよね、本当に。中川さん、これか。ゲームソフトを預かった彼女のお父さん。中川のりおさんですか。はい、そうですが。一条さんと桜子さんという二人から今日は来れないということを伝えに来ました。そうですか。さっき、ええ、ニュースであの橋を通る電車に乗ってくると言っていたが、もしかしてさ、あ、電車だっけ。まあうなずきますか。ゲームソフトを渡しましょう。ね、一条さんから預かった。これは一条くんが作ったゲーム。ご存知なんですか。彼がどんな男か。妻の美佐子をな、そのせいで咲く。だから桜、もちろん。でもしかし一条くんが桜子の見る目分かっていなかったの。とにかく私を説得す。これであれかな。ちょっとどうなってんのかしら。登る。申し訳ありません。階段が行って。こいつあれか。なんか代表だよね。レイバーの
守備はどうだって言ってる。守備はどうだ。ターゲットは20階の金庫の中だ。間違えるなよ。あーやっぱそうだね。で一応ちょっと携帯は見ましょう。確かでかい。あ、いや、知り合いがいたんだ。そうかい。なんだ、彼女とデートか。なんで。はい、彼女とデートに来たんですって。いえ、このメールを見てきたんです。いえ、このメールを見てきたんです。大塚さんもちょっとこの状況を見てさ、なんでさ、彼女とデートかっていう質問が出てくるの。こりゃ俺が柏木に送ったメールだ。これやっぱあれだよね、もう本当にさ、男性の主人公用に作られてるよね。で、女性の主人公にしたとしてもさ、なんかあんまり選択肢が変わんないからさ、なるほどね。もうちょっとね、作り込んでほしかったよね。この女性主人公にすると、なんかこう女性主人公用に選択肢が変わるっていう。もうユリだよね。簡単に言うとそうだよね。いらない。お前さ、あいつらに目を。何者なんだ。あの人たち一体何者なんですか。なんだお前。まあ知らない。そんなに困った顔をするな。これはあれかね、柏木さんと知り合いだから、役者さんのことも知ってるっていう。10万に負けてやる。払うのか払わないのか。いや完全にこれはいましたよ。あれだね、売りだね。10万円か。金は後だ。一旦七草を預かっておこう。俺が奴らの注意を引く。七草は次。こいつ役に立たないからね。すぐ追っかけてくるから。逃げられると思うなよ。大塚、これ10万円の働きしてねえよマジで。何なんだ。10万円だったらさ、せめてもうちょっと引きつけてほしいよね。何やってんのあいつ。危ない。貴様、ここは逃げるだけなんで、サクッと行こう。止まってしまった。でここになんか金があったよね。そういえばポスターの裏側なんなんかよくわかんないけど、よし1万円ゲット。で開けようとしてみる。あれ監視カメラ、え監視カメラとか あるんだ。誰かが見てるかもしれない。手を振ってみよう。指をさしてポーズを決めよう。中のいいところを見せつけよう。ユキーと。、まあ、とりあえず手を振ってみよう。普通に。おーい。おーい。ダメだね。まあ、ちょっと男主人公になったときは別の選択肢をやってみましょう。まあ。大声を出してと、まあ、これ多分やんなくていいんだけどね。誰かいませんか。エレベーターの中にいます。開けてください。返事がない。多分これね、落ち着いて救助を待つにすると先へ進むと思うんで。慌てちゃいけない。20分非常ベル。あー火災が起きたんだね。大丈夫ですか。救助に来ました。さあこちらへ。ここは
この消防隊員もさ、よくこんなとこ調べようって思ったよね。火の手は来ていないようだ。このビルは火災が発生しています。火元は不明ですが、現在消防レイバーで消火活動を行っています。あなたたちも早く建物の外に。それでは緊急放送、緊急放送。そうだね、ここはあれだね、懐中電灯持とう。ちょ、パーティードレスにしよう。そして、当ビルオフィスエリアにて火災が発生しています。しまった、懐中電灯が。いいから、懐中電灯が取れないからね。俺についてこい。階段で屋外に避難してください。繰り返します。緊急放送、緊急放送。当ビルオフィスエリアにて火災が発生しています。エレベーターは使用できません。非常口の案内に従い階段で屋外に避難してください。この社長さんも最終的な安否がよく分からないからね。これは何だ、工具箱。なんで工具箱で回復するんだ。コインはゲットしておきましょう。ね、これ取れそうだけどね。まあもうすでに懐中電灯持ってるからな。トラック内に到達しました。来た、青いレイバー。このままターゲットのオフィスまで移動を開始します。なんだお前たちは。行って、私のことはいいから先に逃げて。もういかん。見つけた。おお。未来赤いやつに入っちゃいけないんだよね、あいつの監視網から。どこに行った、出てこい。レイバーはやっぱりでもあの目線しか見えないんだ。息が捕まったまま。まあこれはまあこれだね。雪を離して。ちょっと時間だ。こんなことをしている場合じゃない。ターゲットが。OK。ターゲットの奥に到達しました。はい。ターゲットを回収します。ターゲットを発見しました。ターゲットを回収します。はい。人質を解放し合流地点に向かいます。レイバーか。あ、そうだ、こっちの炎に当たってみよう。おお、あ、ちょっと当たりすぎた。いいね、なんかちょっとセクシーになったね。ライダースーツもさ着て炎に当たってみよう。これでささらにセクシーになったらさ、ちょっとライダースーツにしたいね。どうなる？え、何？どうなった今？外見に変化はなさそうだ。ちょ、もう一回当たってみよう。ジャパーってなったけど、何今の？だったらパーティードレスかな。これはちょっと胸元を見たいけどね。画面がねアップにならないからね。示談報告書。結局はさ、金庫の中身のやつって何だったの？ちょっともう懐中電灯いらない。でゆきちゃん起こして、急いでゆきちゃん起こしましょう。どうなってんだ。急に停電したと思ったらレイバーが入ってきた。
テロリストだよ。階段があったけど塞がれてしまったと。よし、コインを取って、放水します。コインも離れてくれ。あ、取りたいんだけど、アングルが変わってしまった。これ大丈夫、当たって。これがレイバーか。うわー、ダメージは食らってないけどさ、あ、動けないんだけど。あ、行ってしまった。消火活動が終わったからか。で、こいつさ、何なの？消防レイバーが通路に詰まっている。あ、やっぱこいつ挟まってたんだ。いやー、俺にはどうすることもできないからね。ビルの詳しい人についていきたい。お母さん助けて。なんでこんなところで溜まってるんだよ、早く開けてくれ。緊急放送、緊急放送。向こうの階段を使いましょう。草の中で早くしろ。作業用レイバーが暴れている。あ、あれって作業用レイバーなの？ビルに残っている方は19階西側にお集まりください。話せない。よし、南東の階段を使って19階へ行こう。なるほど、行こう。おいおい、どうなってるんだ。こっちか、こっちか。行けない。なぜ俺は開けられない。こっちの駅なんかある。こっちどうした。全員が社長の私を置いて逃げていくとは。あの報告書が世間に公表されたら君子な建設はおしまい。何としてでも取り返さなくては。さっき廊下に落ちていましたよ。え、嘘、落ちてたっけ。まあ、とりあえず逃げよう。そうだな、ありがとう。おお、これであの社長さんも一応どっか逃げおおせたのか。あれ、こっちが行けない。行けそうで行けない。あ、ここでさ、アシャ出てきてさ、ここの選択肢どうしよっか。なんか割とまともなのがなかったからな。柴田さん、奴らです。停電か、どこに隠れてやがる。まあ、これは普通に息をじっと潜め隠れてるんだよね。そこにいるんだな。3つ数えるも、3、2、1。あ、念じるのか。まあ、猫、犬、鶏、狼、ウグイス、つくつく奉仕、夜間。男性主人公の時はね、留守番電話やったからね。念じてみるか。まあ、一番まともだよね。まともか。でも、どこか行って。どうだ。ウト、何遊んでるんだ。隣の部屋を探すぞ。すいません。別に武藤君遊んでなくね。なんとかなったね。今のうちに進みましょう。あ、声をかけるって今これ見えないけど、机の向こう側にいるんですよ。拳銃を持っていなかったか。まあ、ちょっと危ないやつらだからね。あれ、どっちだっけ。あ、こっちは。そいつは詰まってんだ。こいつ何。もうずっとこっから出れないんじゃないか。あ、こいつ怪しいやつ。そうそう、いた。かなちゃんはどこかなって。あ、俺今さ、俺っていうかさくらさんだから、これトイレ入れるんじゃない。ちょっと入ってみる。あ、入れる。あ、入れるね。特にコインがあるだけ。あれ、何。ああ、なんでもないか。引っかかってただけだ。何もないね。髪型変えていこうか。
外羽ね、これにしてみよう。で、代表がいて、よし、予定通りだな。お前はさっきの。お前たちは、早く逃げましょう。ニムラ代表している。落としちまった。人の会か。よし、こいつについていこう。早いな。ニムラ君、緊急放送、緊急放送、特殊ミサが救助活動に到着しました。19階西側リクレッシュスペースよりレイバーによる救助活動を行います。あー、で、この子がいると。ビルに残っている方は19階西側にお集まりください。大丈夫、ユキオネ。お姉ちゃん。いや、そうだよね、だってお姉ちゃんだもん。ユキとそっくりなの。この子のお姉さん、ユキとそっくりなの。しかも偶然名前まで同じなんて。まあ同一人物だからね。みんなはお姉ちゃんが死んじゃったっていうの。この高いビルの上。でも死年体が出ていった後はさ。ごめんね。そうだ、完全にお父さんに会いに行こうよ。まだ病院に入院してるの。しばらくこの子のお姉さんのふりをするわ。今はこの建物から出ましょう。さくらさんがおぶるのか。すごいな、パワフルすぎだな。あ、これ発送されるんだよ。ほっといたけどさ、うーってどうなってる。金庫。ああ、なるほど、それだけか。まあ、金庫の中身は漁っていきましょう。早くなんとかしないと。でね、まずはね、やっぱこれだね。ボロボロな競泳、週刊競泳か。500万の小切手。あとはね、100万円とかもね、あるんだけどね。で、宝くじはね、あんまり意味ないみたいな。なんか通帳とかがね、結構いいみたいなんですよね。通帳と、銀行員、この通帳があればお金を引き出せることができるかもしれない。123451ってある。あ、ある。でもなんかね、こうネット見るとね、結局宝くじはね、換金がねできないみたいなことがね書いてあるんですよね。とりあえず、うん、でもさ、銀行も確かにさ、下ろせなかったら意味ないからね。ちょっと今回は、印鑑ケースを取りましょう。通帳を取っちゃったんで。次、宝くじ取ってみようか、じゃあ。次は宝くじ3種類取ってみる。全部。このレバーはどうなったの、結局。あのさ、消防レバーとかさ、我関せずだからね。代表はもう絶対これ死んだよね。あ、ここもトイレじゃん。トイレに行ってる場合じゃない、怒られてしまった。こっちだ。特殊にか。よし、消火器を持ってこよう。あ、この外羽のさ、髪型ってさ、ユキちゃんの髪型とほとんど一緒、かぶってる。ちょっと並びたいな、並んで髪型を比べたいけど比べらんない。よし、探し物を頼みましょう。それじゃあ、あまり
ひどく崩れているわけではないみたいだけど。マジでかぶってるね。さくらさんとゆきちゃん。物を探すぐらい。ところで消火器は。いや、赤くて。赤くて。重くて。赤くて重くて。ピカピカしたもの。赤くて重くてピカピカしたものだよ。そんなにピカピカしてるかな。でも分かった。かぶってるからまた髪型変えたいね。ハム卵サンドもらっとこう。小説あと何かあったっけ。これか。お弁当もいただいておこう。あとでね、結構体力減る場面とか出てくるからね。どうだ、ちゃんと見つけられたか。おお、消火器ゲット。お姉ちゃんにぴったりの綺麗な服があったから持ってきちゃった。チャイナドレス着よう。これを着よう。あ、そうか、アイテムを装備しないといけないね。じゃあまずはチャイナドレスに着替えよう。おお、一応胸元が開いてるといえば開いてんのか。で、消火器持って、すごいおぶり方してるよね。でね、ここのね、炎をね、なんかね、全部消すとね、トロフィーがね、手に入るみたいなんですよ。あ、トロフィーはね、まあ関係ないっちゃ関係ないんだけど。いたー、当たっちゃった。当たっちゃったけど、チャイナ服には特に影響なしか。あ、いた、当たった。消えるまでの一定のラグがあるからね。こっち側とかも消せんだっけ。まあいいか、先へ進んでいきましょう。これ消して、いた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 。お、ここにも人がいる。イビリスタワー。ああ、社長、君はさっきの。なんで洋服が変わってるんだ。報告書は奪われてしまったよ。クンシラン建設は私が1台で起こした会社。一生懸命働き、今では社員は515人を数えるようになった。大きくなった会社を維持するために、大勢の社員を養うために、泥水をすするような思いでやってきた。それがどうだ。社員は私を見捨てて打ち捨てられている。私が今までしたことは何だったんだ。とにかく逃げてください。まあ、やり直しましょう。まだ若そうだもんね。だって、だが私はもう疲れてしまった。社員たちには申し訳ないが、ありがとう。あなたは早く逃げてください。まあ行くかしょうがないもんね。逃げられると思うなよ。さあ逃げよう。貴様、うわ、早い。足が速いよね。もう一回くらい。いや、いけるか。こっちだ。あった、よかった。間一髪のところで救助が来てくれた。イングラム、子供連れだということで先に地上に降ろしてくれるという。別に
関ちゃんのことは放っておこう。てかさ、さくらさんこんなとこに座ってたらさ落ちないかちょっとさ体勢崩したら落ちそうじゃね。肩とかの方が絶対安全でしょ。あ、元気みたいね。ねえ、あなたに貸したスマホに気にしないでください、ね、様子見かな。柏木さんはまた同じ差出人から。あと、そのスマホの画像フォルダ勝手に見ないでね。お姉ちゃん、お父さんが。お父さん、うん、やったで、なんかまた新しい衣装ないかな。いや、女性の方がさ、なんかこう花があるからね、やっぱり。あ、月のイヤリング10円か。コインが全然ねえな。どうしようかな、コインはもうちょっと貯めておくか。他に新しいのはなさそうなんで、まあ、ちょっとお金は、じゃあお金っていうかコインは貯めておきましょう。突撃 Q ちゃん、怪しい男。ああ、絶望の父親ね。中川のりおさん55歳。一度結婚反対したんですと。本当は今日結婚を認めようと思っていた。見れば見るほど切ないね。イベルスタワーダイエット、ああ、階段を使ってダイエットするっていうところね。アイドルファン火災に動じず。イベリスタワー、地下アイドルユニット、モモモダイナマイト以下モモモって何これなんか関係ない記事も載ってんのかね。勇敢な男性、一緒に避難した Y さんは次のように語る。普段はおとなしく仕事も平均ちょっとくらいの H さん、別人のようだった。ほうほうほう。チャイナドレス、え、チャイナドレス盗まれるって完全記事になってんじゃん盗難事件として行方を追っている。ハムスターのピッピちゃん救出される。え、そうなんだ、逃げ遅れてたんだ。火災に関係か、不審な3人組なんで俺たちのこと。革ジャンを着た男に2人が詳しく質問して、それに対して男が何かを要求しているように見えた。そういうものまで。あ、防犯カメラ謎の映像。来客者、2人の安否は確認できていない。あ、大丈夫だよ、救出されたから。動いていても乗らないで、非常時のエレベーター。あ、なるほどね、そうなんだ。あ、まあ確かに途中で止まっちゃうからね、エレベーターは。非常時のエレベーターは利用しないように気をつけましょうと。なかなか役立つこと書いてあるね。モヒカン男大暴れ。あれ、これどうやって、あ、こっちか。イベリスタワービル、モヒカン男は大声を上げながらカップルを追いますカップルってさ、なんで女性同士だよあ、クンシラン社長行方不明になってる。何度か目撃された、火災に巻き込まれてしまったとみて安否の確認を進めている。ああ、とにかく逃げましょうって言うと一緒に逃げたのかな。クリスラン社長ちょっと行方不明になっちゃったね。問われる危機観念、これはまあ普通だね。レイバーの残骸、イビリスタワー火災ビル、所属不明のレイバー TYPE5924 クラウベアわからん、 RX78 みたいな感じだよね多分。操縦者は見つかっておらず、吹き抜けを落下してきた、外部から侵入したものですと。まあレイバーがビルで大暴れしてましたと詰まる消防レイバー詰まる。イベリスタービル火災、消防レイバーが通路に詰まっている事態が起きてしまったと。確かに詰まっている。通る前に気づくことができなかったんだろうか。このレイバーは他の消防レイバーに救出され、特に故障はなかったそうだ。やっぱり今まで取ってきた行動がこう記事になるんだね。というところで、じゃあなかなかいい時間になりますので、今回は、ステージ4で終わりにしたいと思います。
そうですね、まあ長くてもできればね全3回分くらいでは2週目は終わりにしていきたいので、まあ次ね、進められるだけまた進めていきたいと思います。今日はねちょっと最初の方2回ほどね回線が落ちてしまって、本当にすいませんでした。ちょっと原因ははっきり言って分かんないです。原因は分かんないんですけど、一応ね回線が落ちてきた時とかはまああんまりちょっと復旧の目処が立たないようだったら、まあツイッターとかの方でねちょっとお知らせとかをしていきたいと思いますので、まあツイッターやってる方はねぜひとも、ワンダーの方もあるんで、まあミカミックス99の方も、フォローしていただければありがたいです。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。時間があればまた明日やるかもしれません。まあそれもまたツイッターで、お知らせいたしますと。じゃあまた、お会いいたしましょう。